明日で21歳です。解散とか友達と遊んでて解散とかになった時に帰りを気遣ってくれる時、どうやって帰るのとか、あ、送ってあげるよとか、嬉しい。16歳の高校生です。私服で会った時とか、いつも制服だからなんか緊張するかなみたいな。16歳の高校生です。2人で遊びに行った時とか、2人だけでの時とか。18歳で学生です。ないです。男の友達は男友達です。違います。18歳で学生です。いや、仮にその人が自分のこと好きっていう噂を聞いた時、全く関係ない時は意識しない。18歳フリーターです。いい匂いがした時本当にいい匂いが大好きなんでどんな匂い、香水とかじゃなくて、もう本当その人自体がいい匂い、もう匂いが一番大事。